末広がりでね、あの最終回っていうのはなかなか大津なもんかなという感じもしますけども、我々そのオープニングアクトを務めさせてもらいます、メソポタミアと申します。よろしくお願いします。本当は喋らずにいきなり曲に行こうと思ったんですけど、それを許されませんでした。それではあの夏らしい、まあね、まだ8月かろうじて8月なのですから、夏らしい曲で、始めたいと思います。シーサイドストリートでございます。フェスタなんと最終回でございます。皆さんありがとうございます。このね最終回のオープニングの大役を、任されまして、もうプレッシャーでね3日間ぐらい寝れてませんし、あの食べるものも喉も通ってないのおかげでね、こんなに
ダイエットできましたよね。皆さんもありがとうございます。この後は笑ってこない。そうだね。メンバー紹介するけど、ギターハドソン、コーラスライブ、ボーカルオレンジ、オレンジはね、新しく今日から加わっていただきましたけど、そして後から登場するもう一人、こう2点ですね、女性がもう一人いますけども、後でまたきっと忘れると思いますけど、よろしくお願いします。で、今日舞踏を担当してます DJ チグリスでございます。よろしくお願いします。ワゴンワール豊橋3063の、業務連絡ですね、これ。ワゴンワール豊橋3063のお客様、ここにいらっしゃいますでしょうか。もしいらっしゃったら、多分移動せという合図だと思いますけども、ここにはいらっしゃらないみたいな、外をちょっと当たってみてください。はい、どんどん時は過ぎていきますので、パパのアイスクリームぜひ、この曲は、ミカ、オレンジさん、オレンジさんが作った曲でございます。では、パパに聴いてください。パパのアイスクリーム聞いてください。野球の試合の帰り道、ハンドル握るパパの隣で、僕はもう我慢できなくて、声を上げボロボロに泣いた。玉拾い素振りに何人分、
夏の甲子園とかね、今プロ野球の盛んでございますけど、野球を題材にした曲でございまして、この主人公は残念ながら負けちゃったみたいですけどね、まあ野球の試合というのは負ける人もいて勝つ人もいて成り立つということなんで、最後にアイスクリーム、勝っても負けてもアイスクリームということで、別にどこだ明治とかそっちの回しもではないですけどねよろしくお願いします。あの今年のこれがあのお友達フェスタの T シャツでございます。あの富田さんの時変な色着てますけど、あれは色抜けただけです基本はこの緑になりますので、あの受付で確か一番2500円でしたっけね、であの販売しておりますので皆さんお忘れなく、あとミュージシャンの方の CD もね、これから続々とあそこに並んでいくと思いますので、物販の方もやっておりますので受付の方もよろしくお願いします。それでは、メソポタミア最後の曲でございますけど大丈夫ですもう一人メンバーを紹介するので誰か喋ってて誰が喋っててって言われてもちょっと困っちゃいますけれども、あの先ほどメンバー紹介ありました、うちのあのメンバーたちってみんななんか変わらない名前がついてるんですね、はい、あの最近元気が出てきてだんだん手が上がるようになってきたメソコちゃんでメソコちゃんです。まあ、ちゃんなんてね、女の子なんですけど、オレンジさんが入る前はあのうちのメンバーに女性がね、まあ、基本いなかったので、まあ、自分たちで女性を作ってメンバーにしようという非常にこう危ない路線を行ってるんですけど、ね、ちゃんとそう言いつつ女性がね入ってくれたんで、ちょっと危ないところから少し危ないように路線変更してますけど、それではまあええか、何の説明もいらんで、ね、ああ来た来た、白衣ね、そうそう、我々なんで白衣着てるかっていうと、あの喋れば3時間くらいかかるので、また今度の機会に、また今度の機会ってね、明日も豊橋で、ちょっとイベントやったりしますので、よろしかったらアバンティーとかも来ていただければと思いますけど、まあ、とりあえず今日は1日ね、あのここバッツの22時過ぎぐらいまで、あのいろんなミュージシャンが集まって、いろんなミュージック、いろんな食べ物、いろんな飲み物、食べ物楽しんでいただければと思います。それでは、メソポタミア最後の曲で、メソポタミアという曲でございますI'm not afraid to die.
海面倉庫アミナです。ありがとうございます。素晴らしいチャンネルです。ありがとうございます。ありがとうございました。